皆さんこんにちは、みさとです。いきなしすっぴんで失礼しました。今日すごくまぶたが重くて全体的に顔がむくんでいるんですけど、そういう日ってあるよね。昨日の動画でセザンヌのおすすめコスメを紹介したと思うんですけど、実はセザンヌ一式フルメイクできるアイテムも他にも購入をしていまして、まだ使ったことがないものとかもあるので、実際に使用しながらリアルなコメントを今日はしていこうかなと思っています。早速どうぞ。はい、では保湿はもうすでに十分にしたので下地を塗っていきます。セザンヌで有名な下地はご存知の方も多いかとは思うんですけど、皮脂テカリ防止下地ですよね。なんですけど、私はあんまり皮脂も出なければテカリもあんまり気にならないので、その下地試しては見たかったんですけど、目的と違うかなということで私は今回は違うものを購入しました。セザンヌ UV トーンアップベースホワイト、こちらは SPF50 プラス PA4 プラスで、ここにも書いてあるんですけど、紫外線吸収剤が使用されてないので敏感肌でも使えるタイプですね。紫外線吸収剤が入っている日焼け止めを使うと、紫外線を吸収してくれる代わりにいろんな化学反応が肌の上で起きる可能性があるので、敏感肌の方は肌が赤くなったりとか荒れちゃったりするので気をつけてくださいね。でもこちらはそういう心配はないようです。あ、結構伸びがいい。こんな感じでトーンアップベースなのでちょっと肌が白くなっている感じはありますね。実際に顔に塗っていきます。はい、塗りました。若干ツヤ感があるかなっていう感じの印象です。結構肌にピタッとくっつくようなタイプですね。触ってみると塗った方が肌質も柔らかくなった感じがするので、ファンデーションの塗りがとっても良くなりそうです。油分が多いような下地ではなさそうなので、乾いたスポンジか指で塗るのがいいのかなって思いました。簡単にムラなく塗れたので私は好きかもしれない。はい、お次はファンデーションを塗ります。セザンヌのウルトラカバー UV パクト、実は何回か使ったんですけど結構カバー力があって滑らかな肌を作ってくれるんですよ。なんですけど私の肌色にはちょっと合わなくて惜しいなと思っていたところでした。2色展開で私はライトオークルの方を購入したんですけど、こんな感じで、これだとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、結構ピンク味が強い感じがするので首との差が結構出ちゃうんですよね。ピンク味が強いから夕方にやってくるあのくすみは夕方になっても目立ちにくいのかなっていう風には思います。塗ってみますね。待って、私この組み合わせを初めて使ったんですけど、もしかしたらこの UV トーンアップベースを使ったらこのファンデーションの色味もちょっと合ってくるのかもしれない。こんな感じでファンデーション自体はカバー力もかなりいいし、粉もとっても細かいので自然な質感を出してくれるし、1日過ごしてみてもね全然崩れなかったし、もっとカラバリが出たら嬉しいなって思いました。お次はセザンヌパールグローハイライト、カラーはロゼベージュです。これ本当に最強なの。こんな感じでパウダーファンデーションで陶器肌を作れたのはいいんですけど、ツヤ感とか立体感がちょっと物足りないんですよね。なんですけどこのハイライトがツヤ感立体感を出す願いを叶えてくれるんですよ。昨日の動画でもこちらのハイライトのお話はしているので、よかったらそちらも見てみてください。じゃあ実際にどんな風にのせるのかっていうとやってみますね。付属のブラシを使っていきます。こうやって取って手の甲で一回ポンポンしますね。頬に結構広範囲にこんな感じでのせて、鼻もこんな感じでのせます。で、おでこも広範囲にのせて、こめかみと眉下、顎になりました。どうですか、すごくない？パウダーファンデーションが一気にツヤツヤになりました。このハイライトはカラーがとても特殊なので、こんな感じでのせても全然いやらしくないツヤ感濡れ感を出してくれるし、おまけにパウダーファンデーションだから崩れにくいんですよ。最高だから一度試してほしいです。はい、お次はシェーディングをしていきます。こちらも昨日のおすすめ動画で紹介したんですけど、セザンヌノーズ&アイブロウパウダー、カラーはオリーブ、ほんわかとナチュラルにシェーディングができる色味です。眉頭のシェーディングをするときは若干この中間の色を少し混ぜつつ、こっちの色を使ってシェーディングをしています。そして小鼻のシェーディングはこちらの中間色を多めに使います。お次はアイシャドウです。トーンアップアイシャドウ1番のナチュラルブラウンです。このカラーはシェーディングの色ともとってもよく合うし、プチプラとはね思えない発色なんですよね。まずこの一番薄い色をアイホールに塗っていきます。一番薄い色味はこんな感じです。なんとなくシャンパンゴールドっていう感じの色味の印象ですね。ほんとこのアイシャドウはいろんなメイクさんも絶賛しているので、絶対1個持っといた方がいい気がします。次にこちらの真ん中のブラウンを塗っていきます。
どうですか、この発色本当最高じゃない？これだけでも十分な気がしちゃいます。次にこちらの一番暗い色を目尻と目頭の方に塗っていきます。はい、塗り終わりました。プチプラには思えない感じの発色をしています。デイリー使いできるようなブラウンだし、ドラッグストアとかで気軽に手に入るところがやっぱいいですよね。そしてアイシャドウの上にシングルカラーアイシャドウ4番を使って目元をキラキラさせていきます。実はこれ今日初めて使うんですけど、こんな感じで、結構密着度が高いラメっていう感じですね。最近はね、プチプラでも優秀なラメが増えてきているので、セザンヌも言うことなしだわっていう感じです。すごいかわいい。細かいラメなのでね、こちらも普段使いしやすいんじゃないかなって思います。次はこちらです。二重強調アイライナー、こちらを使ってラインの線を延長してデカめに見せていきます。どうですか、すごく延長されて大きく見えるよね。今まで使ってきた全ての色味が合うんですよね。絶対このラインナップはメイク初心者の人も使いやすいと思います。使いづらいもの一個もないもんね。ちなみに目頭もこの二重強調アイライナーで引くととっても自然にいけます。強調できる上に割れにくいのでおすすめです。次はアイライナーを引いていきます。セザンヌ極細アイライナー、色味はブラウンブラックです。こんな感じでブラックほど強くないので、さりげないブラウンメイクを取り入れるのに良さそうなカラーです。色のつきは結構いいですね。でも筆がちょっと短いかも。でもだからこそ線がブレずに描けるのかもしれないです。色味も結構綺麗に出てくれるし、これはいいですね。ほんとコスパもいいし、まぶた移りこれでしなかったら最強アイライナーかもしれないです。今日一日ちょっと過ごしてみて、この動画を上げるタイミングでコメントとかに感想書こうかなと思います。そしたらつけまつげをつけます。つけまつげはおニューなんですけど、こちらね、釣り目によく合うつけまつげというものなんですけど、いろいろまつげ見てて楽天で購入しました。ちなみに私はこのまつげを半分に切って目尻につけていきます。はい、つけました。お次は眉毛を描いていきます。おなじみのスーパースリムアイブロウです。こちらで眉毛を縁取ります。先ほどのアイブロウパウダーで中身を埋めていきます。昨日も話したんですけど、この付属のブラシが結構良くて、こちらを使っていきます。この薄い色と真ん中をちょっと混ぜつつ、この2つの使い心地もめっちゃ良すぎるんですよ。下まぶたのこちらの目尻側に一番薄い色を塗っていきます。さりげない色味がいいんですよね。中間から目頭の方にこの色を使ってのせていきます。そしたらマスカラです。セザンヌのセパレートロングマスカラブラックです。これも今日初めて使います。結構細いブラシですね。塗りやすそうです。確かに塗りやすいけど、ロングになるかって言われるとちょっとわからないかな。なんかいつも使ってる B by バニラのマスカラが良いのか、それともこのマスカラが私に合わないのか、ちょっとよくわからなくなってきました。難しいんだけど、私は B by バニラの方が好きかもな。ダマになる感じもないし、特別長くなるわけでもないんですけど、ブラシがとってもね、極細だったので塗りやすいことは塗りやすかったです。お次はパールグローチークシナモンオレンジです。割とシアーで薄付きな感じの印象です。なんとなくシナモンオレンジといっても血色感が混ざっているので、ブルベの私でも使いやすい色味ですね。こんな感じでパールが入っているので、角度によってはね、キラキラ立体感が出て可愛いチークだなっていう感じですね。セザンヌはこのお花柄がイメージポイントなのかな。最後リップはこちらにします。セザンヌウォータリーティントリップ05番です。はい、では髪の毛やってきます。はい、これでセザンヌフルメイクの完成です。今回メイクしながら思ったことは、ポチプラでいいものはじゃんじゃん取り入れるべきだなっていう風に思いました。中身は何に対してでもやっぱ重要だなっていう風に感じましたね。まだまだ私も試してみたことがないコスメはたくさんあるので、またいろいろ使いながらレビューしていけたらいいかなっていう風に思っています。今日も長い間動画見ていただいてありがとうございました。またよかったら動画あげるので見てください。さようなら。トリミング前だからすっごいボサボサなんですけど、じゃあまたね。